老曲は日本で明治時代初期から始まった演芸で何話説とも言う。三味線を伴奏にして独特の不死と語りで物語を進める語り芸。一つ30分ほどである。落語、講談とともに日本三大和芸の一つとされ、最盛期の昭和初期には日本全国に約3000人の老曲師がいた。その後、急速に衰えたが、復興や、 再評価の動きもある。浪曲の起源は800年前とも言われ、古くから伝わる浄瑠璃や説教説、サイモン語りなどが基礎になって大道芸として始まった。浪曲は主に75丁で演じられ、泣きと笑いの感情を揺さぶる。時代に翻弄されつつ、いつも人々の心に寄り添ってきた芸能である。声を出して演じる者を浪曲師と呼び、三味線伴奏者を 曲詞と呼ぶ。一つの物語を詞と短歌で演じる。詞は歌う部分で物語の状況や登場人物の心情を歌詞にしており、短歌は登場人物を演じてセリフを話す。重視する順を一声二節三短歌という。前の二つを声詞と呼び、特に重要視する。落語は話しす、講談は読む、浪曲は語る。 芸能と言われるように、聞かせところが異なり、三味線入りである老局は、都市中心に盛んになった、公談、落語と比べ、鉄道網の発達と気を一にするように、当時の最新メディアである、レコードやラジオを媒介として、都市部から地方部に至るまで、全国的人気を保った。歌謡老局から演歌へ、人気は連綿と続く。そのため演歌ともに、田舎臭い、 通俗的と軽蔑的に評されることもあった。反面、伝統的叙情や、鎮魂の力が備わっているとも言える。日本国内では大衆に愛された老曲であるが、知識人による教養主義から嫌われた。特に文学者に、何は説嫌いを公言する者は多く、打喝のごとく嫌われる。尾崎公用、泉京花、夏目漱石、芥川龍之介、長井花風。 三吉達治、三島幸夫がいた。加えて、演芸と関わりの深い久保田万太郎の何話説起以来は有名であった。一方で何話説に好意的に研究する者も,もいる。鴨下新慎一、虎像の次郎長伝に愛着を表した村松と美のほか、2017年に諸女作、オラオラで一人雲で文芸賞を受賞し、久米宏ラジオなんですけどにゲスト出演した。 作家若竹千佐子は番組内で広沢虎蔵の影響を明言した。演芸会ではラジオビバディーヒルズでネタにするなど玉川福太郎一門と国本武春を中心に浪曲を話題にし続けた放送作家高田文夫がいる。物語の内容から転じて何は切にでも出てきそうなという意味で言動や考え方が義理人情を重んじ通俗的で 情緒的であることを俗に、何は不死的なあるいはターンに、何は説と比喩する。思わず、真似をしてうなりたくなる不死回しという間口の広さと、その実上手くなるには、鍛錬を要する奥の深さを同時に持つ。近接した芸能をど欲に取り込み、老曲師が不死の運びなどに、各人各用の創意工夫をすることで発展した。不死回しの自由さ、ユーズームゲが大きな特徴である。 竹本義太夫が決定打であった義太夫説や鶴が信内の信頼説のような様式を決定づける存在はいまだ出ていない。老曲の実演を表す動詞には様々あり、うなる、語る、読む、歌う、講演するなどがある。使用する局面によって多少使い分けているが、基本的に同じ意味である。 台本は存在するが譜面はなく、老曲子と曲子の呼吸が合うかどうかが重要であり、春の稽古の説明によれば、老曲子と曲子が舞台で繰り広げるやりとりは、ジャズのセッションのようとも言われ、そのライブ感が老曲の魅力である。シャミ戦の伴奏者のうち、主たる相手は、アイジャミ戦と呼ばれる。老曲のシャミ戦は太座を用い、長弦は三下がりにする。小ぶりの鉢で弾く。 髪型では曲子とギター奏者がつくこともある。男女共に古くから活躍する芸能である。およそ伝統的とされる日本の芸能の中で男女が全く対等に活躍できるものは数少ない。テレビ時代に浪曲そのものは動きが地味で対応できなかったが、他ジャンルをブレンドして生き延びた。現在、浪曲の定石は東京都台東区浅草の 木馬帝と大阪府大阪市天王寺区の一神寺門前道局寄せで聴ける。他に東京では長屋の演芸場などで浪局公演が毎月ある。中でも東京渋谷で毎月開催されている渋谷落語に浪局紙が一枚必ず加えられ若い世代に浪局が伝わってきており近年長い低迷期から抜け出した。何の複雑で結局 つかみ書のない魅力は、ぬえにたびたび例えられる。日本国内から国外への植民、移民が、第二次世界大戦前を中心に盛んに行われたが、それに伴う老曲の普及は結局、日本人及び日系人社会に止まり、人種社会を超えた広がりを持たなかった。なお、講談などの二次創作物であるかの点で、争いの種は消えない。何は説という字面だけを見て、 関西でできたものである、と短絡をするのは以下に見るように誤りである。注意されたい。芸としての源流が関西にあるとしても、その源流は全身の芸能、デロレン財門のように関東にもある。何は説という名は、東京発である。また、落語のように、東西さは、あまりなく、東中圏雲江門屋二代目、広沢虎像のように東西を股にかけた交流。 旅回りが、浪曲の歴史の重要な部分と言える。また、第二次世界大戦の時、戦いの歌として浪曲が権限されたのは周知のことである。浪曲はいずれも元人が多く演じていた、チョボクレイコールチョンガレを基礎に、デロレンザイモンなど近接する、門付け諸芸が、徐々に合流し、同じく源流を共にする説教説の影響を受け、大道芸として始まった。幕末期。 特に大阪では、さらに講談などの影響から、複雑な語り物を扱う、ちょんがれ節に転化した。誠実に先行する文化、文政年間、大阪など上方の名にわイスケが、淡浄瑠璃、サイモン、春駒節、ホメラ等を取り入れて、浮き伝説と名付け、新しく売り出した芸を源流とするが、伝説である。口日する雲江門が、にわ説の名で、 関西で講演した後、明治36年以降も、大阪の芸人は、浮かれ節で、登録があった。大阪でも、何は説になるのは、大正12年である。大阪から、西の地方では、浮かれ節という呼び方が主であった。中村幸彦の研究により、大阪の浮かれ節は明治4年より前には、寄せ出演を果たしていることが判明している。横浜。 本木の開きでサイを語って活躍していた、青木勝之助が、寄せ進出の運動に指揮をすべて投じ、東京、四ツ谷の寄せ山本邸に出演したことを講師とする。何は武士は差別され、組合結成後も寄席の出演は、容易にはかなわず、相変わらず浅草、奥山、両国広広寺や上野参加、神田筋会、秋葉、原、八丁堀三角、 銀座うねめが、原、桜田久保町の原、下屋佐竹、原、本所津軽、原といった盛り場の開きがその、中心であった。東京における何和説の成立、同業組合の結成、寄せ出演の時期は、諸説ありはっきりせず、明治12年までには、有芸人の観察を得ていたようである。また、何和説と称した、グループだけでなく、 周辺芸能と推定されている歌祭り文節宮古節、七、色節などが、それぞれに、盛り場の開きで活動し、勢力を維持していた。ただ、二郎、実録郎曲師によれば、1882年から1888年に至るまで、何は節より、七色節の芸人の数が大きく上回っていた。それが、 1891年を境として情勢は一変し、七色節の人数は激減する。宮武節、歌祭り文節も減少し、何和節だけが微減にとどまった。なお、当時の何和節は、柴信王、七色節は、浅草、神田に多く、また、七色節は、何和節と大差はなく、合わせて、越後の五色軍団との関連性が指摘されている。 この頃、春スガから、組合頭取を引き継いだ、何和亭小牧吉は、公尺の昼席に通い縁内を仕入れ、また説教説の日暮らし流占いに不死鳥を習う、ことで、愛蛇見線の、戸川照と共に、何和説という芸の向上に努め、後に、関東説の祖と呼ばれるようになる。当時は、尺代を前に着流し姿で、そうはしょる姿で、説教説に伝わる、小栗方眼や、 カルカヤなどの自社縁銀者、鬼神のお松、八百屋お七などの交換に残る語り物などが主に演じられ、風呂帰りの手拭いを肩にしたその日稼ぎの勤労者が聞いているというのが普通の寄せ風景だったという。また1889年における大阪、名古町の寄せでは、まだ大道芸時代の猥雑な雰囲気を残す小屋の中で演じられている浮かれ武士は、行天星、五郎。 新門達五郎、国定忠春といった強格物や白波物であった。また、吉川刺しげは、この時期開きに出ていた。新聞史上で自身が連載にて告白したところによれば、何はて浜勝の手下として三度暴りをしたという。その後、山の手の端石から、都心の大きな余生の進出が盛んになっていく。 しかし、職域を犯され始めた講談や落語からは、ご乳来と別視されていた。何和説の寄せで、公園風景大阪でも浮かれ節専門の寄せから1889年に、かけて、天馬、国三関、松島、広沢館、千日前、愛信館など、や浮かれ節の組合ができた。1892年頃には、何和説の寄せ定着があり、東京では、 勢いが増す。落語や講談と紛争が起きている。明治26年に降尺し、落語家と何庭説語りとの合同演芸会が、有楽館で企画されたが、講談、落語側が共演を拒否。手打ちとして1894年2月10日11日、神田、西木、輝館にて三派大樹演芸会が開かれる。三代目、春風亭竜士、初代段収楼燕名だ。 初代別校斉藤ら丸、ラ何和帝、駒吉、四代目立花屋、縁、京、初代、三遊帝窓か言う。1897年、斉藤緑雲がその作品、覚え帳に書いた頃には、都心の東京日本橋吹屋町の大路地に何和節が出演し、駒吉や、門下の何和帝峰吉や何和帝、愛蔵の活躍もあり、1900年には、 東京市内の寄せ120件のうち53件が、何は武士を主にかけるまでに勢いを増す。従来、五十来と言われ、代名詞として下げすまれた要因でもあった、下代付けを、主題ごとに改め、物語の内容を改良し、衣装を黒紋付け袴姿にするなどして、計画を上げる。このように、明治中期には、東西で主任を務める、形の寄せ芸としての地位が確立された。 東京の何は説には増えた出番を求めて、名古屋や大阪から浮かれ武士語りが続々と上京、参入する。出番をめぐって噛んだ、四条亭や芝、伊沙羅後亭などの有力席亭主側と関東の地元芸人側で対立し、芸人を中心に関西派と呼ばれる愛心者などと関東派と呼ばれる強生会に分かれ、 この構図はさらに文化を生みながら、大正時代も続く。また別の流れとして、熊本県から九州一帯を制覇していた、糸入り軍団尾たり一丁が1898年に上京し、九段の開校者にて、東宮太皇族、各大臣、陸軍将校の前での講演を、1902年には6月18日から6日間、東京、銀座歌舞伎座で、 何は説関連では初の講演をしている。昼夜2回にわたり教育活動写真と合わせて日清戦争団や北進事変を講演。明治39年末にも上京、何は説連の助演を得て事前講演する。1903年、愛蔵は老曲会で初めてのレコード版吹き込みをする。1906年には東京で 何は説人気が大きく盛り上がり、10月には都新聞の園芸三決の投票があり、その年の流行をまとめた、エスペラントと何は説という言葉が、新聞に踊った。この頃、名古屋を中心に大流行した源氏節がある。日露戦争勝利の余韻もまだ冷めない1907年、三河屋売社の妻・お浜との駆け落ちにより私服し、突如弟子入りを志願してきた。 大陸浪人の宮崎東天を配下にしていた、東中圏蜘衛門が、創発、門付け袴姿で病を背に、不便というのみでいきなり本題に入るという新演出。武士道古水を旗印にし、演目は、現用者の助力により、台本内容を高めた、義士伝ばかりという新規軸で、一息が非常に長い、三段流しを駆使し、県産の地、九州により、上流。 中流の夫人に人気があったというから神戸大阪、京都と登場しつつ続々と沸かせてゆく。それが新聞記事により大きな話題になる中、ついには6月、東京の大劇場本郷座に、進出27日もの間、連日3時間以上の長考、2500人収容の劇場を超満員にする。風雲寺、雲江門により、人気は大衆的なものから、 当時から何は武士を剣をしていた上流、中流層にまで広がり、世を接見する。雲江門のインパクトは強く、老曲のスタイル確率へ大きく影響した反面、いたけ高なイメージも、老曲の一般的なイメージ形成に、未だ影響を与えて続けている。直後の1908年2月、大阪の吉田奈良丸も対抗するように、日本一の呼び声を伴い登場し、 新富座に出演、さらに11月には、京山小園も銅座に上がるなど、寄せ笛として定着して、わずか20年ほどの新興演芸、なにわ節は、一気に1000人以上の客席を埋めることができる、劇場芸能となる。雲の登場後に、東中県女雲、天中県雲月、篠田実、山田義尾、梅中県うぐいすわらべなどが、天才少年として全国から続々登場し、 それぞれ人気を呼ぶ。こうしてなぎわ節は、明治末期には、落語や講談を遥かにしのぐ人気となる。明治38年には、東京の老曲師の数が落語家や講談師を抜き、明治40年には448名とピークを迎える。落語家の2倍強、講談の4倍弱である。当時の寄せ読みの名人としては、東西に、一新帝、達夫、春が 聖吉、初代東ずまや楽優改め悟る学祭三層や岡本鶴寺などがいる。奈良丸のレコードが発売され、代名詞となった日本一の流霊な語りで、合わせて売り上げ50万枚に及び、誕生間もない日本のレコード、蓄音機の全国的普及に大きな貢献を果たすの人気者は数多く吹き込み、音源化されている。その後、三河屋演者のどんどん節や、 奈良丸のメロディを使った続曲、奈良丸崩しまたこの時期、落語や講談から一足遅れで何話説でも速記本が多数出版される。ちなみに当時、戦争時の境内で見世物の一つとして聞くことができた廊下レコードやの何話説その演目は、中山安兵衛、赤垣玄造、大岡聖壇、五寸釘、虎吉,吉、鍋島猫騒動、来電王の川、 国定忠だ春、安中総三郎、宮本六百三十四、天一坊、桂川力蔵、万水院長兵衛、檜山大作、赤死二王、宮本左門の助、桜川五郎蔵、お笑い、山中鹿の助、ネズミ構蔵、ネ平百、高知山宗春というものだった。講談が、坂に取り入れられ、義士殿が、何話説の演目として加わり始めていた。 そんな中で1913年、講談クラブの臨時増刊、何和説18番観光にあたり、公爵主練と出版元、講談者の対立も起きる。また、この時期、関東では、何和説の名のもととなった、言われるほどの名門何和邸から茂勝、茂松、茂友、茂政など、木村はじめ派が独立する騒動が起きる。1904年7月4日、 大審院は、東中圏雲江門の海賊版レコードの著作権、違反事件で、何は武士は著作権法上の音楽的、著作物でないと判定し、損害賠償請求をも否定した。何は説が、浪曲と呼ばれ始めたのは、新聞史上で、その後徐々に広まり、昭和に入ってから、何は説の呼び名にとって変わるようになる。この頃から、多くの浪曲師により、中臣蔵が、 何は説で演じられる。あまりに義士伝ばかりがかかるため、義士伝禁止の張り紙が楽屋に掲げられたり、当時の川流に武士道もついに彼らに湖水されと言われたりするほどで、その内容は武士道に拍手をする民衆の視点よりも、武士道それ自体の宣伝にと視点が変わっていた。わかりやすさを買われて何は武士は早くより民衆教化に利用され、九百十九年、 国民思想統一を旗印に、小鐘作りらの肝入りで、通俗教育研究会が結成され、翌1920年の第一回国勢調査で、大阪市、東京市の要請を受け、宣伝と説明の役を担う。また、当時左官に行われ急増した海外移民に対する配日感情が高まる中、移民を追って、奈良丸をはじめとした浪曲師たちにより、 カラフト、台湾、朝鮮、満州は、もちろんのこと、ハワイやアメリカ合衆国本土、ブラジルまで、海外巡業が行われるようになる。一時停滞した何は説も、前期の三巨頭の次の世代、三代目、別行、サイトラマル、マ楽園、木村重友で、サンバガラス、さらに初代天中堅雲月を加え、四天皇と称される。年、 関東大震災の後、篠田実のレコード、荒野高雄が空前の大ヒットを飛ばす。寄せは内容が飛躍的に充実していく活動写真に興行的に押され始める。弁士に転向した例も多くあったという。一握りである劇場読みの大屋は大きな資産を持つほどになるが、多くの無名老曲氏は地方巡業や寄せ出演で孤高をしのぐ。 大谷の偽物や紛らわしい芸名のエピソードも数多くあった。以下は1919 19年に関西のオリエントレコードを参加にし、日本の蓄音機レコード界の最大のメーカーとなった日本の放送目録5月発行のジャンル別内訳である。日本放送協会の発足ラジオ放送が始まると1925年演芸の一つとして初めてラジオに登場。 5月15日、試験放送中の大阪放送局に宮川松康の名庭説。関東は開局から3ヶ月遅れで AK に春日ガテ基地吉が登場する。昭和初期のラジオの浪曲の演題を参考に提示する。これは三局時代の後、全国中継が可能になった昭和4年から7年までの各放送局の合計である。 その日本放送協会ネットワークの完成で、何話説の人気は全国的に広まる。浪曲は昭和初年においては庶民に支持され、1932年に実施された全国ラジオ調査では、ラジオ聴取者の好む番組の第一位は、浪曲で全体の57%を占めた。肉弾三遊史事件が起きると、熱狂の中、他の芸能と先を競うように、 鈴木米若、三代目、吉田奈良丸、初代、木村智恵などがいち早くレコード化をする。昭和9年頃から何話説の異問が増え始めたという。この時期、東ずや楽園を校長として、日本道局学校が設立され、後の南春夫が入学している。中訓外国、義理人情を賛美した演題が、国民教家に利用される。より一層ラジオで放送され、 75町に乗った平易な不死鳥と軽快なセリフ短歌がもてはやされて庶民の人気を博した何和亭綾太郎の坪坂霊元気2代目広沢虎蔵の清水二郎長伝2代目玉川翔太郎の天保水子伝鈴木米若の佐渡城は三角博の歌入り観音行初代春す夢うぐいすの赤木の子守唄などが 次々と一世を風靡し、戦前まで前世を迎える。原点、出版警察法、第113号、1938年9月。出典近代日本芸能年表下 P190 また、二代目、天中圏雲月の七色の声で、杉野平総長の妻や、球団の母が、大ヒットする。当時の軍人政治家は、老極曲きが多く。 歴代総理大臣の趣味は、何は説と相場は決まっていたという。例として、林千十郎など。一人一芸、個人芸と交換言われるほど、老曲資格時の不死の個性が、人気や知名度、さらに収入に直結し、老曲の寄せは、東京において、徐々に減り続け、時代育成機能を持つ場は、戦中期に、音技から、浅草、金社の一軒ぐらいになる。 一方、レコードやラジオによる全国的知名度の獲得と収入、浜町明治座や京橋新富座、京都南座、大阪道頓堀角座など以前より、馴染みの劇場だけでなく、銀座歌舞伎座をはじめとした一流大劇場での独演会や浪曲大会での大収入、知名度を活かした地方の地方巡業といった後の演歌にも類似した構造があらわになる。 何は説と同様の園内を持ち、大家がラジオ出演を重ねた講談や禁煙落語などにより、自説柄、下火になるが、戦後に大きく復活。交流する落語とは、対照的に、当時最新の進行芸能であった漫才などと共に、もてはやされ流星を迎える。軍事協力、愛国老局1940年8月16日。 広沢虎蔵映画出演問題をめぐっての浅草田島調査殺傷事件は浪曲家の伝統生活中の最も悪質に属する部分の現れとみてよい。総動員体制の中、戦争協力の促進を起都し国威発揚のために浪曲工場会が結成され、多くの浪曲師や作家が動員される。愛国浪曲が情報局。 大政翼3回の肝入りで続々作られることとなる。愛国老局は、それまで都各定属、下品なものとされてきたことへの対抗する路線の延長線上にあり、一つの集大成でもあった。また、軍事物を売りにしないタイプの老局氏も、総動員をかける形で開かれた。試みはおむね定着せず、しかし結果的に老局は、先の大戦で、 積極的に加担した芸能としても記憶された。丸の内帝国劇場は情報局に行動として接収され、1941年1月30日に愛国労曲市長会、1942年5月軍用危険浪浪局大会、労曲動員協議会、労曲作家協会の結成を経て労曲工場会が情報局、 NHK の講演のもとに1942年10月1日に国民浪局賞を設定する。また1943年12月30日に定劇で芸能従軍総合浪局大会。出演は、春日梅ウグイス、広沢虎蔵、梅中県ウグイスワラベ、鈴木米若戦中の1943年には浪局士の数はピークを迎え、 東京だけで約1000名、全国的には3000名近くいたという、ようやくである。より詳細はただ、次郎実録浪曲誌、P95 から141を参照のこと。1945年5月、1億、噴撃前映撃滅浪曲台本発表。これらの新作の多くは、NHK の国民浪曲として放送され、レコード化された。 1945年太平洋戦争敗戦後は一転 GHQ に全時代的、反動的と他の演芸と同様に疎まれる存在となる。しかし、その体制下でも地方巡業を中心にした大家は所得番付に多く顔を出すなど農業村を中心に根強い人気を維持する。1951年の民放ラジオの登場とともに、 その根強い大衆的人気から、広沢虎蔵の続称、虎蔵アワーや、新進浪曲師、国友忠氏の、銭形平治、広沢菊春の姿、三四郎などの連続浪曲読み番組、素郎との浪曲のドジマン番組が続々と編成され、全国放送の NHK も巻き込んだラジオ浪曲のブームとして、昭和30年代初頭に、再び最盛期を迎える。 大阪では先行する民間放送2社が熾烈な争いをする中、共同で NHK を含めた聴取率調査が行われ、ABC 漫才学校57.5%、NJAB 浪曲語目パー44.8%、同 NJAB 浪曲演芸会41.3%、と漫才と並んで浪曲が大人気で、当時の好みがわかる。 トップ22は ABC が9本、NJB8 本、NHK3 本と入っていて、すでに民間放送が NHK を凌駕していた。民放ラジオ番組の聴取率ベスト10に5つもランクインする。老極天狗道場は1957年度にダント突の聴取率23.8%を記録する。再びお茶の間を設計し、交換で銭湯に行けば虎像の 旅行けばを真似した声が湯船で必ず聞こえると言われたのは戦後のこの時期であった。また当時の子供は皆、虎像の旅行けばや二代目、玉川翔太郎のトネの川風田元にといった下台漬けを知っていた。昭和30年代中頃まではどんな小さい町にも劇場があり、ほとんどは映画館である。町によっては芝居小屋もあった。 芝居小屋がなくても映画館には芝居がかかったり、何は武士や流行家の公演が行われたりもしていた。公民館や体育館などでもよくそういう芸能公演があった。レコード吹き込みや NHK、民放ラジオ、映画というメディアに露出する人握りの浪曲師に人気が集中する一方、この時期にもまだ浪曲の角付けをしたという証言が複数あるなど、 ラジオ浪曲のブームに乗らない大半の浪曲師は、高度成長の開始とともに衰退していく。銀座歌舞伎座、大阪分楽座、浅草国際劇場など大劇場で戦前に、引き続き浪曲大会が定期的に開かれるなどする。このあたりは、同時並行的に記述するため、注意されたい。民放の発足ともに始まった最後の大ブーム。 ラジオ浪曲のブームは急激なラジオ離れで10年ほどで、猿が NHK は粘り強いサポートを続け、現在まで続くラジオ番組、浪曲18番だけでなく、台本作家や若手浪曲師の育成機能までを一時担うようになり、新作の発表数は一時的に増えた。毎月公演の形で開催していた NHK 浪曲研究会は17年間の歴史を重ね、 1972年3月25日に終了した後継として NHK 東西浪曲大会を開催。歌謡浪曲スタイルの大流行はあったもののには、双葉ゆり子が吹き込んだ岩壁の母がロングヒト、戦後の寄せは大阪では空襲からかろうじて焼け残った日だすじ、天皇時間、今里、双葉館、九条、若春館の見残り、 東京はすべてなくなり、東京は1952年8月に上野、桜亭、1955年8月13日に南千住、立友亭が唯一の老局寄せとして会場するが、長くは続かなかった。1955年開業の船橋ヘルスセンターを、はじめとした各地の健康ランドでの巡業や、福祉老局大会などの地方部での老局大会。 老人ホームの慰門などが主な活動範囲となる。民音や老音もこの頃は地区ごとに老局大会を開いている。浅草木馬館が改装し、1970年5月上席から、ついに上席化し、木馬邸として安定するまでは、東ずや浦太郎や、四代目、天中県雲月、木村若江。 松平国十郎の戦後四天皇をはじめとした、大家は引き続き健在だが、若手の将来性という点では苦境が続いた。関西においても、初代教山講師若、藤月の栄や戦後入門組の真山一郎、二代目、春の由里子が関西戦後四天皇として活躍したが、一足遅れで同じ状況になる。すでに寄せはなくなり、 昭和50年代の関西浪局の中心として、浪局大会が開かれた道頓堀、朝日座は1984年2月に閉鎖され、戦後長らく、何わ節を舞台に乗せていた道頓堀御座の最後の、一つ、中座も1999年10月の浪局を分かれ工業をもって閉鎖された。バブル崩壊後、少々復活の兆しが見えている。 玉川福太郎の証言によれば、バブル崩壊後に、老曲師を死亡する若者が急増し曲師が不足する事態になったという。生活の中で、三味線の音色が聞こえる環境がいつの間に消えていく中、聞き手である老曲に、馴染みのある世代的に最後の塊の体調が、間近に迫り、一人流星を保つ、落語界に比べ、老曲自体の将来が危ぶ生まれている。 講談同様、老局においても徐々に女性が入門者の中心となる。関東では、玉川福太郎から次の国本竹春が入門するまで15年間、その後に続く男性老局士として、玉川大福が福太郎に入門するまでも25年という長い空白期間があるなどのボトルネック状態があったがそこは出している。老局の未来を考える上で、 唯一の希望と呼ぶにふさわしい古群奮闘を見せていた国本武春が2015年末に突如亡くなり武春イズムを受け継ぐ若手老曲師たちに少年場が訪れている玉川大福が頭一つ抜け出して後段階の神田白山と共に期待を集める存在となっているまた深刻な曲子不足に対する策として iPad 老曲を発案実演する動きもある 遠くまで伝わる大音が上とされ必然的に同声イコール白声イコールサビ声イコールいわゆる塩辛声イコールダミ声イコールしわがれ声でうなることが浪曲であった同声はホーミーのようにバイオ豊かな発声を指す特徴的な声を作るために喉から血が出るような修行を積んだというクローダンは多だ出てくるこの特徴づける声には科学的根拠は 現時点でなく、音声学からのアプローチが必要である。旧来からの声が良い典型として、鈴木米若や初代春ス夢イウメウグイスを上げることができる。が、マイクが発達して、以降は必須ではなくなり、コートであってもその才能が活かされるようになる。木村若江のように、上昇を使うことが主流となり、三角博のように、裏声を巧みに取り入れ特徴にしたものさえもいる。 これを生かした人に、広沢虎蔵がいた。また、広沢氷衛門のように、自他共に認める悪性であっても、それ以外の部分を磨き続け、ブレークすることもあった。かつては、喉の酷使が祟た,たり、舞台で使う声が出なくなり引退したり、残った短歌のうまさを活用して稀に講談に転じる、ものもあった。同じ演題、同じ台本であっても、強みにするか、 節をつけて歌うかなど浪曲詞の演出次第で大きく変えることも可能である。稽古として声調べを行う。三味線の音色に無意味な歌詞を乗せて浪曲の練習を行う。節とは日本における水泳のスタート前アナウンス、大相撲の呼び出しや行事の声のように他の場所でも意識することなく使われているものである。現在の浪曲では大別すると関西説。 関東説、三つに分けられる。老曲子の節、曲子の長言の音向、曲子が繰り出すフレーズの基本型など、すべて異なる。元来、老曲の節は、独流のものであって、原則として、師匠の節は継承しない。よって、一人一節というほど、細かい節回しは異なる。おののが、他の老曲子や民謡。 伝統芸能から取り入れるなど、特徴的な独自の基礎曲と呼ぶべき、不死鳥を曲子と共に作り上げる。関東説、関西武士はあくまで基本の不死鳥、目安である。代表的なところでは、佐藤家佐を取り入れ、愛鳥が特徴の名作、佐藤城和を作り上げた米若武士の鈴木米若、関東説と中京武士をミックスして虎像武士を作り、当たり芸。 清水二郎朝伝を演じた二代目、広沢虎造、低調子が主流の関西説の中で、高温で、ノリの良い店舗の雪江若節を作り、河内十人切りや佐神五郎を演じ、戦後の老曲界を支えた、初代教山講師若、中京説では、老曲に信頼説をミックスして三文説を作り、歌入り観音量を演じた三角博氏が挙げられる。また、 天才少年同局史初代天中圏雲月から女性老局史二代目天中圏雲月に引き継がれた明るか平易な雲月説が、後に数多くの女る老局史の節作りの土台となる。例外として関東説の双葉ゆじ子がいる。きっかけ、道中つけ、憂れ説、攻め説、浮かれ節、ばら,らしなどについてはこちらを参照のこと。 さは高子公認ページ浪曲五辞典を大まかに言って、関西武士は節を聞かせることに主眼を置き、関東武士は短歌を聞かせる傾向が強い。経緯から、関東にも関西説の系譜を持つ一派がおり、現在は、関西には関西説のみ、関東には関東説と関西武士がいる。東西で相互に特徴を取り入れることも徐々に進み、南春夫によれば中京武士が、 現在の主流となっており、循環統説、循環再接といえる存在は現在は少ない。単価とは、本来、畳みかけるような言葉遣いを指す。泣きは、不死主体、単価が、笑いの部分を主に扱う。何は武士的な主題も共通する、トラさんなど、実演販売でおなじみの単価売りと同様の、用法から、今は単に不死のつかない部分を指す。前世紀には、 ケレンは鳥を取り劣れないと言われるなど、短歌読みは、暴流扱いされた。ケレンは、浪曲においては、歌舞伎用語とは違う意味を持ち、滑稽と、ほぼ同義である。特に得意としたのは、関西のケレン読みの浪曲詩、古くは、節のらまる、短歌の達を、声のいいのが雲絵門と並び称された、一心邸達を、同じく江戸っ子で愛嬌のある正気味良い短歌が、 大きな魅力であった二代目、広沢虎蔵、江戸前の短歌といえば、もう一人、灰かぐ三太郎の初代相模太郎が挙げられる。衰退期に入ると、お涙頂戴より、笑いの要素がより重視されるようになり、広沢兵衛門が、明治の縁来をひっさげブレイクした頃から一つの潮流として明確になる。特に短歌は、落語や講談と共通点が多いが、同曲は、 曲詞が愛の手としてフレーズを挟み印象は異なる。一席一話完結から好評の場合は話を膨らませて何段にもわたる長いシリーズものも作られた。時間にすると一席は30分くらいにまとめられている。しかしかつては雲江門の舞台における一席一時間弱にわたる長考や逆に SP レコードに吹き込むために3分ごとの細切れに まとめられたものも多数あり、ユーズームゲゆえに、演芸の中ではメディア対応が素早く、いち早いレコード吹き込みに重宝された。現在は寄選の連日出演が状態でない、ラジオでも単独浪曲師の番組がなくなって、久しいなど公演形態の変化により、物語のハイライト部分の抜き読みばかりになり、シリーズものを投資で味わう、連続読みを味わう機会は極端に少なくなっている。 今でもお馴染みの締めのセリフ、ちょうど時間となりましたが、今日ではあまり聞けるものではなくなった。予選や大会などの正式な場においては、まずマイクで演者の紹介があった後、幕が開き老曲詞が登場する。挨拶があった後に演題に入る。標識が鳴り、曲詞が引き出しを奏でる。冒頭の部分は下台付け、または表台付けと呼ぶ。客から期待を込め。 声がかかることもある。舞台に上がる、老曲師は、和服姿であり、清掃として特に袴を多く用いる。演じる時の舞台のセットは、まず舞台の中央、老曲師の後ろに、金屏風を置く。その前に腰ぐらいの高さの小さめのテーブルを置き、演台とする。その上に、華やかな柄の特製のテーブル掛けをかけてある。真後ろに、背もたれの長い椅子があり、 演者の多くは立ちながら演じている。観客から見て、右手の方に曲子が座っている。現在、曲子は上席など正式な舞台ではついた手を挟んで、観客から見えないようになっており、中では正面を向く、老曲子に横から整体して座っている。が、出引きと呼ぶ、客前に出て引くスタイルも少数だがある。講座の座布団に座り語る、座り講座は、全身である芸能の、 説教浄瑠璃、デロレンザイモンなどから引き続き、クモエモン以前には主流であった。クモエモンにより立ち演説スタイルが主流になった後にも、落語の定石が主な活躍の場であった、広沢菊春など、現在に至るまで時折見ることができる。武芸物、出世物、人形物、秘連物、懸連物など多したようである。特に、赤尾義士伝物は派生する人気の演台が非常に、 多く、義士伝で一ジャンルを成している。大別すると、武士道を鼓舞するような内容の金務すまものと世話者に分かれる。講談、落語、文芸作品、歌舞伎や浄瑠璃、ニュースなど題材は多様である。文句、言葉も自分で作るのが本来の姿で、作詞の役割、作曲の役割、実演を兼ねる。国友正など。野口はじめ堂、鈴木刑事。 池上勇、小島美史、五郎、坂口三部の作、客色のように他の老曲師がネタを引き継ぐ場合もある。雲衛門の頃から、レコード会社により、原作として、長谷川慎也幸と森風、尾崎史郎、下沢博史など。正岡博史や、畑清、本田明、小菅和夫、萩原史郎、水野春蔵、秩父重武、中川明則、 室町京之助、ふささきともみつ、木村学氏、内山総重郎、柴清大西信之、現在の足川淳平、稲田和弘のように、浪曲台本を手掛ける作家もいる。文芸浪曲は、堺雲や初代、林白猿が短所で、菊池博温州のの方に、八泉京華、滝野白糸など、文芸作品が浪曲化された。 それまで欠けていると指摘され続けた芸術的な香りを浪曲の世界に加えた。後の女流浪曲にその芸風は引き継がれている。また、演目の東西交流は早くから進んでおり、関西の浪曲師が、関東が舞台の演題をするケースが多いが、その逆の演題もある。このジャンル分けは便宜的なものである。出生して戦死し、 靖国神社に祀られた息子への心情を歌った親子もので戦争物である球団の母など、歌謡浪曲とは伴奏が三味線でなく洋楽器でより歌うことを重視した浪曲と歌謡曲の中間的形態である。浪曲のもともと持っていた自在性、融通性により生まれ戦後の高度成長期に大きく膨らみ主流となっていった。戦区として戦前に 宮川松康が実演した洋楽器を使う楽浪曲の試みや波洋曲不養件令和な洋楽器伴奏で演じた初代筑波武蔵など。戦中になると軍会理の浪曲となり、木村若江の歌謡浪曲が放送局で企画放送される。戦後になると歌謡説を各人が創設する。1957年、当時若手朗曲師であった、 南春尾や村田秀夫は、くしくも同年に、伴奏が洋楽器でより歌うことを重視した歌謡曲の世界へ転身、そのレパートリーとして歌謡浪曲を歌うようになる。歌謡浪曲の定義は難しいが、浪曲の中に歌謡曲を一部取り込むものと、浪曲をオーケストラ伴奏で歌うものをどちらも歌謡浪曲と呼ぶ。ラジオ浪曲も前世を過ぎ、 小屋自体の数が減った余生や同じく減った、通常の巡業より一流大化ばかりが共演することが、売りの大会形式の興行が地方部でも増えてきた。その頃を境に、若手の修行する機会は、急速に失われてゆく。スタンスの取り方は様々で、女流では、天津葉衣や双葉百合子などの大きな、流れ自体がほぼ歌謡浪曲そのものであった。 何は節は歌謡浪曲を通して現在の演歌に強い影響を与えた。また男性では関西の真山一郎一門が浪曲界の中で演歌浪曲と称した歌謡浪曲をもっぱら演じているなど現在も東西の講座で歌謡浪曲スタイルを披露する浪曲師はいる。前世紀は芸能界の王様と評されたこともあり、その影響は広範囲に及ぶ。 その様は一昔前のサブカルに例えられる。河内温度は老極と密接な関係を持つ。現在は関西の老極市の多数が温度取りとして参加し、混然一体となっている。河内温度からの老極入りもある。その代表作として、初代郷山講師和歌の河内温度河内十人切りがある。毎年開催されている金糸町河内温度お盆踊りで、 関東初お目見えとなる人もおり、貴重な機会となる。一人ではなく二人以上で一つの演目を分担して、語る、掛け合い老曲は今でも講演される。役柄ではリフルなど、不刺激の戦具形態とも目される。不死と語りで物語を回す何話説の形式は、現在の歌舞伎、文楽における義太夫の形の代替のように使われ、剣劇と共に、 現在の大衆演劇のルーツの一つ、何わ雪劇イコール、雪劇が長らく演じられていた。大舞台での名手として、コメディアンの坂井俊に、玉川良一、芦屋がん之助がいる。特に盛んだったのは、九州で、大歌舞伎の役者でも、義太夫代わりに何わ武士を使わなければ、客が納得しなかったという。地方周りの一座に、売れない、老曲師が帯同し上演された。 最盛期は敗戦直前である。大衆演劇俳優、沢隆二の父は、東中剣久も富士という名で、浪曲主から大衆演劇に流れたのも、その一例である。派生して、何は武士を無声映画の活弁代わりに使う連鎖劇も、生まれた。吉本工業が一時期推進した映画工業路線の中、浪曲陶器を打ち出した。アメリカで有名になり、 後に帰国した、東中圏ナミエモンは、同様な弁士として活躍し、アメリカ市民権を取得し活動していた。映画、カポネ大いに泣くの主人公は、彼がモデルである。これらは1957年移植作の舞台、キリシト、ホロ少人間につながってゆく。竹地鉄次演出、同曲が物語の進行、操り人形と役者が共演する舞台であった。 同様の浪曲ミュージカルが民音制作でいくつか作られている。日本映画で繰り返し映画化されてやまない素材が、中心蔵と清水次郎町であったように、工業の点で共通する部分を持っていた何は武士は、陶器初期から、雪劇の棚読みの立場で、浪曲映画も盛んで、佐渡城は石松夢道中、虎像を出演させた次郎町三国史シリーズ。 浪曲子守唄などがある。中で役者としても活躍した虎像は浪曲の枠をも超えた最大級のスターだったのである。浪曲映画はこれ以外にもプログラムピクチャーとして数多く制作され、鈴木嫁若や二代目運月などが複数の映画に出演している。不思議は近年、日本浪曲協会のイベントで、あず一太郎がかけている。対象、昭和の流行歌、 戦中の軍歌も基本は西洋音階のメジャー旋律を使った曲が多かった。それが歌謡浪曲以降和の旋律マイナー音階が歌謡曲に多く用いられるようになり演歌につながる。南春雄、村田秀夫の2名をはじめとした若手の浪曲師たちは浪曲界を去ったがそれぞれに浪曲を随時取り上げる。特に南春雄は 劇場館3期である毎年8月歌舞伎座での座長公演を引き受け20年連続公演をする。他に1984年木村智恵の演歌レコード何は武士だよ人生はは細川隆や水前寺清子などと共作となり大ヒットをする。2009年にはまた食べ物を得意とする氷川清の老曲一台がヒットした。また老曲師が 演歌歌手を兼任、レコードリリースする例は未だに多い。浪曲師とされる人に入門した演歌歌手としては中村光子などがいる。他に、浪曲の影響が明らかな中期以降、歌を変えた美空ひばり、畑山緑、幼少期に浪曲と民謡のスパルタ訓練を行い、独特のうなり節を売りにした宮古春美、影響を公言する例で、八代明がある。 泣き節演歌の島倉千代子や水前寺清子まで、何話説の影響を指摘されている。浪曲のレコードは、何話亭、愛蔵以降大変多くの吹き込みがあり、日本でのレコード普及時を位置にする。日本の高度成長期にあたる、浪曲の衰退期に入ると浪曲史でデビューをして、人気者になってもレコード発売がされないことが増え、昭和40年代に、関西で、浪音レコード、 昭和50年代に東京でベルボアレコードが設立され独立レーベルとして活動をした。戦前から戦中のレコード初発状況は近代日本芸能年表下に詳しい。津軽ジャミの小原説には浪曲、つぼさかれ元気を取り入れた演外がある。また安木説のあんこに浪曲を取り入れたのは曲師の山本大地の存在が大きいという。また、 何は説でテーブル掛けが標準的になるほど流行した影響で、その後に全国的に流行したヤギ説、ヤスギ説、河内温度、津軽三味線、逆輸入の形で、山形県のデロレン在門でもテーブル掛けが作られた。ラジオでは1925年東京放送局の開局3ヶ月後から出演、日本の軍国化に伴いその比重を増す。戦後、 民放ラジオが続々発足すると人気と効率に目をつけたスポンサーの要請で浪曲番組を大量に制作した。詳しくは歴史の節を参照のこと。また、レコード会社への専属契約に準じた民放への専属制度が浪曲に限らず演芸会全体、民放から NHK にまでも広がった。朝日放送のおはよう浪曲は長い歴史を終えた。 ラジオの日本での放送開始直前から第二次世界大戦後の1952年までの各芸能の放送記録は日本近代芸能年表下 P74 から147に詳しい NHK は現在に至るまで継続的に本格浪曲を取り上げ続けているそれ以外で本格的に浪曲を取り上げた番組の数は極めて少ない近年では年2回 NHK 初夏の浪曲大会と冬のスタジオ録画のがあるのみである。朝日放送のおはよう浪曲はテレビ版があったが終了している。過去には浅草木馬亭で収録が行われた双葉由里子、玉川良一主会の東京12チャンネル、涙の浪曲劇場があった。それ以前には素人のドジマンとして民放テレビ創世記の KRT テレビ、 浪曲天狗道場や後にフジテレビ、テレビ浪曲道場など、浪曲は動きがないからテレビ向きではないとの定評が立つ。子供向け子供向けに浪曲を親しませる機会としては、フジテレビ、開け、ポンキッキにて、玉川カルテットが数え方をその芸風そのままに伝えたことがある。やや時を置いて2000年4月から9月、アニメ浪曲機構、清水次郎町電が、 毎日放送をキー局にして放映された。また、2001年に、老曲絵本として、ネギ坊主の朝だろうが発売された。国本武晴が協力。長谷川真を思わせるまた旅物になっている。2008年には、アニメ化、テレビ朝日系列で放映された。近年では NHK 教育テレビ、日本語で遊ぼのうなりやべべん役を、国本武晴が演じた。 以上のように、国本武春が、浪曲の将来を考える中で、子供向けの活動を継続して重視したのは明らかで、後に続くものの登場が待たれる。色物演芸の世界では、浪曲のモノマネの、古くは、浮世亭しがらき、戦後期まで活躍した、前田勝之助や隅田梅和浮世亭雲辛坊を、他には、浪曲修行の経験の有無にかかわらず、よく舞台で演じられた。 先駆として、井口聖派、虎像節を取り入れた、地球の上に朝が来るのボーイズ河田吉を、歌謡浪曲カルテットと歌っていた、玉川カルテット、すでに名を成していた四代目、宮川左近が結成した、宮川左近賞、浪曲漫才として転出した、浪曲誌は太平トリオなど多数である。浪曲は、テレビ番組の形式としては成功せず、しかしバラエティ番組としては、 小泉全部ゲバゲバ90分の度肝を抜く、あっと驚くため頃を、俺たち氷金属にて、アダモして鬼瓦剣作りが浪曲をモチーフに使い、テレビ史に印象を残している。三代目、三遊亭演歌の浪曲社長のように、逆に浪曲から落語に影響を与えた作品もある。浪曲を取り込む落語は時折見られ、田舎周りで、 鉛まのひどい老曲詩を滑稽に取り上げた五代目古今帝、新章の落語、夕立官五郎は、当時の老曲に対する悪印象を今に伝える。九代目入選帝大木橋は二代目、広沢虎蔵に入門しようとしたところから、芸会履歴をスタートさせた。神五郎もののネタは、講談から題材を取った二代目、広沢菊春の、よく演じた、落語老曲から、落語の三代目、 桂美希ミのネタになった。立川男子は子供の自分から浪曲が好きだっただけでなく、実際にいくつかのネタは浪曲師から仕入れている。二代目快楽亭ブラックの代表作の一つ、英国密航は広沢氷衛門の浪曲を落語化したものである。大阪では、小福亭福笑いの改作、浪曲役座。近年でも三遊亭白鳥作、 流れの豚次元シリーズ全10弾は、二代目、広沢虎蔵の、清水次郎長伝からの影響を公言するなど、老曲へのオマージュあふれた作品で、柳谷京太郎、柳谷33他も演じている。また春の稽古、随姫、玉川太志福によりそれぞれ伏し付けされ、共有化している。すでに高段化もされ、老曲的主題の高段への逆輸入という珍しい。 事態が起きているとも言える。漫画、ワンピースは、作者の小田栄一郎が虎像の二郎朝伝を聞きながら執筆していると言われ、作中にも影響が色濃い。亡くなった桜桃子のチビマルコちゃんは、当初、自伝的性格が色濃い漫画であった。作者が旧清水市出身ということで、祖父、友像の影響で、主人公のマルコも老曲。 落語が好きである。原爆漫画として有名な裸足の原は作者の好みで作中浪曲がたびたび登場する。1979年、田中小美正が小説、浪曲誌、朝日丸の話などで直木賞を受賞した。浪曲誌を目指した例は演歌界の他にも植木等の父鉄製アナウンサーの小島一景など、未だに時折エピソードが披露されるほどある。 シャンソンの女王として後世にも名を残す宝塚、歌劇団出身のコシジフブキは、舞台で二代目、広沢虎蔵の次郎長伝の節真似を披露したことを、きっかけとして、注目を集めていくようになる。寺山修司による、アングラ劇団、演劇実験室天井佐時期の、見せ物の復権を歌った旗揚げは、何話説による一幕青森県のセムシ男である。百八十三年、 寺山の没後にパルコ劇場で再演あり、三脇広、国本武春、木村正治を出演。国本武春の活動の両輪のもう一方である、三味線ロック、三味線弾き語りがある。本人は亡くなったが、老曲師の中には、老曲とたジャンルを同時並行的に活動する者も,のも現れ始めてきている。また、 労働者向けの音楽の近さから、たびたび接近してきたブルースと老曲は結局、今に至っている。電気グルーブの曲、老曲、インベダーはこの世代の老曲の需要ぶりで、よくわからないけど、和風で、演歌的なものを端的に表す。ライブコマースは、2017年が日本における、認知元年だが、開きと同様に投げ銭が行われる。大きな名前については、 その名にあやかり、芸を継承するために襲名することがある。老曲の名跡一覧も参照のこと、逆に本名を使用することもあった。信仰芸能であった時期は、他の演芸同様に、指定関係は固定化されておらず、師匠を返暦する者や、師匠なしの独立、独歩の者も,もいた。また、曲詞、裏方との転出入の歴史的な、多さ、戦後においての演歌、 民謡歌手や色物園芸との比較的自由な行き来は特筆に値する。現在の老曲子は落語のように都定制度が整い3年以上の年期暴行、1年の御礼奉公が一般的である。節目としてナビロメがあり一人前という扱いに変わる。もともとなにわ節は他の園芸に比べても女性の寝室が早く成立前の江戸末期から 曲子はもちろんすでに女流もおり、明治、大正期には女流老曲団がいくつも結成され巡業に出て、好評を得ていた。そのようなところから、戦前期より、著名な初代、春のゆり子や藤月子、二代目、天中圏雲月、戦後期には、天心羽衣もや双葉百合子、二代目、春のゆり子が登場する。後に、老曲への入門者全体が減る中で女性に、偏り出し、 近年は、公団と同様に、現役老曲師の男女比が逆転する状況になっている。明治期より大相撲を真似た、老曲師番付が多数発行され配布された。地方巡業をする際に活用され、当時の位付けの一端は狙い撃うことができる。東西交流が多く、東、明、坂、九州の間で拠点を移す者は、他の演芸に比べても古くから多い。 現役老曲誌については、日本老曲協会、老曲親友協会の老曲誌一覧、または老曲誌一覧も参照のこと。五十音純中京の老曲誌、というより主に関東に進出していった中京説の一覧である。九州出身で九州色が強い大看板の老曲誌の一覧になる。切り伏し、西門と呼ばれていた土壌があり、雲江門の後に、 九州出身の老局子は多い。中京地区と同じく、彼らは関西や関東に、さらなる活躍の場を求めて移っていった。地回りの老局子が九州には、特に多く、共労会結成の基盤にもなった。関東と関西を代表する上記2団体のほか、過去には西日本同局会が福岡にあった。また、戦時総動員体制の中、統合される形の団体、 日本老曲会が廃線までの一年間存在した。戦後は中京老曲協会が名古屋に存在した。老曲という分野自体の衰え、情報環境の飛躍的発展とともに、偽老曲士の存在も風化してきているが、混然一体として、何は説が足り、老曲士としての正当性がさほど重要でなかった、時代は天グレンや無名な老曲士が、 有名な老曲師から名前を拝借し、偽老曲師として巡業して回ることがたびたび見られた。例として、村田秀夫。真鍋によれば、聞くよむ真似るという、緩やかな連結の実践の中で、素人が大量に生み出され、プロ裸足のセミプロが、回路として生み出されていった。東参考を名乗るなど、松平国十郎は名前に関わり続けた。他に偽物騒動があった。 大木の部を、さつき一郎が談話で、春スガド梅うぐいすと変名を名乗った話をしている。観客の受容師としては、後の西部劇の早打ちガンマンとして、来日、実演したケニー・団ンやプロレス、ビート・たけしが言及し、未だ記憶に残る、絵のけそに通定する。何は説、または、 何は不指摘の使用例 https コロンスラッシュスラッシュ japnknowledge.com スラッシュイントロダクションスラッシュキーワード .html アイコール972ありがとうございます。